これはですね、マクドナルドに行って、うん、でそこでちょっとまあお茶飲もうかなと思って一人でわーって上がったんですけど、まあ、結構混んでたんですけどカップルが2人おって、うん、で1個挟んでまだ空いてたんで、うん、ちょっと挟んでここに座ったんです、うん、ほんで、まあ、食べようかなと思ったらこっちのカップルの男の人の方が、うん、彼女に「白浜でも行く？」っていう話になったんですよね。白浜ちょっとこう、はい、ちょっと受けてはる白浜でも行くって言うからまあ行ったらええんちゃう思ってまあ時期もええしなーっていう話をしたからね。ほんでまあちょっともう食べるのまあ4割こっち6割ぐらいの感覚になって思っててでまあええわ思ってたら女の子が急にその彼氏ですねに「これプレゼントやねん」って言って箱を渡したんですね。ほんだらその男の人が「うそマジ嬉しいわサプライズや」言うてはるんで「ああサプライズよかったな」思いながらわーで飲んでたら「マジで嬉しい俺が欲しかったやつかな」言うてほんで「ああええんちゃう」思ってでその人がカパッて開けたら急にね「何これ」って言うんですよ。あれさっきまで「白浜でも行く」って盛り上がってわーって何があったんやろ思ってもうその段階で僕もガン見してるんですよ。って言って中から出したら阪神タイガースの帽子やったんですよ。俺こんなん欲しい言うた俺欲しい言うたのハンチングの帽子だってハンチングの帽子じゃないよ俺これ言ってないよ俺ハンチングの帽子でハンチングの帽子やんか普通間違えろって間違えろでも誰も悪くない話だよ発達がお前が悪い彼女の優しさ一人もいないですこれは。科学の前途。大好きです。僕中学校1年の時なんですけど、もう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね。そんな感じですね。ほんまにもう胸触りたいと。で考えた時に。お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ。でこれお姉ちゃんのもう胸触ったろとどうしてもやから中1の時やからねやったろですもんね。で触ったろとでもこれ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれいうのもやっぱちゃうとほなこれもう寝てるところを触るしかないとねほんで、お姉ちゃんがまあ風呂入ったわけですよ。でここやと今日やとその時お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ。おばあちゃんと3人だけやったんですよ。でおばあちゃんも部屋に入ってたんでここやとほんでどうしようと考えてお姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうとほんでお姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ。ほんで今やということでお姉ちゃんの部屋行ってもうこういうベッドの下にスポッと入ってずっと息を殺して待ってるわけですよ。ほんならお姉ちゃんが階段上がってきてこの僕の上でなんかパジャマとか着替えとるわけですよ。でその時はもう俺も正体消してるわけなんですよ。もう息ももうゆっくりしてねバレんように。ほんでお姉ちゃんがまあ言うたらまあパジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか。本読んだりその間ずっと下でもずっと待ってるわけですよ。つらいですね。寝静まるまで時間かかるまで息を殺してすごいよね。ほんで1時間ぐらい経った後ですよね。ほんならカチャカチャカチャって言うて暗くなったわけですでよしここやとでもまだ眠りが浅いともうちょっと待とうとそこからまた20分ぐらい待ったわけです。ほんで今かなと思ってほんでよし出ようと思ったけどやっぱり音したらお兄ちゃん起きたらえらいことになるじゃないですか。だからもうゆっくりですよゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ。すごいなすごいな触りたいねん一世一代やねほんでベッドから全身出たんですよ。そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよこう。ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ。寝てるこう隠れながらこっちお姉ちゃんの頭ですよ。ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ。ほんでガッて触ったらこれまた起きると、これゆっくり行こうと、ここまでゆっくり行ったからここ大事、ほんでどうしようかなと思ってこういった時息したお姉ちゃんこうなるじゃないですか、胸が2つね、こうまずは逆らわんとこうと、こうなってる、こうなったらお姉ちゃんがあっってなるのもえらいことやから、まずこの息に合わそうと思ってまずこういって。流れにした起きないですよ。ほんで1本ぐらい続けててここやと思って次はこの波に逆らったわけですよ。逆らうんですよ。ほんならニャーンってなって、うわ胸やらか思って、うわ胸やらかと思ってたらお姉ちゃん急にバーッ起きたんですよ。いや言うて、で僕ももうやばいと思って言い訳するのも慣れたんでそのまま部屋に帰ったんですよ。で部屋帰ってやっばー思ってがなってたんですよ。ほんでまあ大丈夫かな思いながらもバレンタインでくれ神さんお願いって寝たんですよ。で次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんでなんかご飯作ってあるから言って、ほんでパンバーン食べてたんですよ。でお母さんもこれ気づいてない大丈夫かな思いながら食べてたらお姉ちゃんが急にうわー言うて起きてうわー降りてくるんですよ、階段2階から。でやばいと思ってもうちぐられると思ったらお姉ちゃんが「大輔お母さん昨日お化け出た」言うほんでもう僕持ってるパンブー震え出して「お化け出たんや」言うて「おお怖いな」言いながらパンバーン降りて日本早いバスで行きました。うちの親父がもうとにかく素行が悪いんですよ。素行が悪くて、特にこっちの素行が本当に悪いんですよ。でうちはベビー用品店をやってて働く従業員はみんな女性なんです。もう入る女性全てつばつけるんです。なかなかかなりやな。しかも半端ない数なんです。10人以上は手をつけてるわけですよ。12以上でも毎回ももうこれ浮気したなと思ったらうちの母ちゃんが問い詰めてクビにするんですよ。もちろんその女性の方ね、大体わかるんです。で入って一生懸命働くんですけれども23ヶ月ぐらいすると親父とタメ口で話し出すんですって。わかりやすいということでそれで問い詰めたらそうだと。他の従業員はアイス食いながら接客したりするんですって。大変になるんですよ。すげえな。でもうちの母ちゃんはもう店の名義も親父だから別れたらせっかく立ち上げた店を持ってかれるのが腹立つからって言って別れなかったらしいんです。でずっと目をつぶって浮気はもうやめなさいやめなさいって言ってもう散々続いてきたからもういい加減に怒ったんですって。もう店放り出すよと。子供たち3人兄弟なんで路頭に迷うよどうすんのよって。そしたら親父が改心する。もう浮気はしない。じゃあ新しいバイト入れるよって言ってまた新しい女の人入ったわけです。2ヶ月3ヶ月経ちました。一生懸命働くんです。1年一生懸命働くんです。2年3年4年もう一生懸命働くんです。親父本当に改心したんだと思ったんですよ。僕が高校生の頃です。5年目、うちの母ちゃん放心状態で「ただいま」って帰ってきたんですよ。母ちゃんどうしたのって。お父さんあの女と名護に家建ててた。店のお金ちょくちょく引き出して5年かけて2人の新築建ててた。悪いな。めちゃくちゃなんですよ。でもう母ちゃんが怒り狂って、そしたらその女の人も結婚してるわけですよ。そしたらその旦那の方も来ちゃって「どうしてくれんだお前んとこの親父」っつって「じゃあ一応子供がいるからちょっと他のところで話しましょう」って店行ったんですよ。そしたら店でうちの親父とその女の人寄り添ってこうやって反省した感じでこうやって座ってるんですよ。向かい側にうちの母ちゃんとその女の人の旦那がちょっと離れて座ってるんですよ。シーン。もう何言っていいか分かんない。そしたら突然女の方がって泣き出すんですって。でもうちの母ちゃんバカじゃないのかこいつはと。泣いてんじゃないよと。こっちだよ被害者はと思ったんですって。そしたらその女が泣きながらって自分の旦那の方を見て、私はこの人とのを知ったらあなたとはもうできないって。最低。うちの母ちゃんがあんたバカか分かってんのかあんたこの状況ってよくそんなこと言えるなって言ったんですってバカなんじゃないかとバカなんじゃないかそうそしてパッてうちの親父見たんですって親父多分ヤバい顔してるんだろうなと思ったら親父もそう褒められたもんだからちょっとしてやったり顔でそっちなんですこいつバカだと思ったバカなんじゃないのかって言ってもだんだん母ちゃんに腹立ったんですよ母ちゃんなんでこんな上司と結婚したのって言ったら母ちゃんが私たちも浮気で結ばれたの役立たないうちのおふくろと親父はダブル不倫でできたんですよ2人とも結婚してダブル不倫でできたからこれはすごいみたいなそうですねドラマ化はできるよねこれはできますよ何しようかな今だと車乗ってて、はい、あいつほらアダルト DVD が好きでしょでちょっとここ入ってみませんみたいに言われて「いや行こうか」って言って入ったら表向きはまあちっちゃかったんですけどものすごい奥行きあってもうめちゃめちゃ中広くて「うわここ品揃えすごいな」言うてほいで棚のとこパッと入ったらもうびっくりしたんですけどそのコーナーが「まっちゃんおすすめコーナー」初めてでしょ初めて入ったとかねこれ俺のねなんか切り抜きみたいなこれなんかバネみたいなのつけてクーラーの空調でちょっとこういや店のやつにものすごい文句言いましたけどねただそのコーナーの品ぞれがそのまんざら悪くもなかった結果なかなか台に行きたくなっても行かないタイプなんですこれで結構いらっしゃると思うんですけどもあんまり「ええ」とかみんな言うんですけど中には「俺もそうやで」とか言う人いるんですよね行きたいなと思っても誰かのお話聞いてる時に行きたいなと思ってもこの話聞きたいなとオチ聞いた次僕もなんか思いついたからまた言うどんどんこう便意だけがこうなっていって結局なんか漏らしてしまうみたいなことが年に23回ぐらいあるんですねで僕割と早く行かなあかんなと思うんですけどもなかなかこういつまででもその癖が抜けないというかで僕は吉本新喜劇というところにいまして幕上がったら50分間トイレ行けないんですよ、でまあ舞台上でもなかなか漏らしてしまうことも多々何度か1年に1回ぐらいはあるんですけども、そのまあ全部ってことはないんですけどもその握り拳台7割出てるな僕の間その2割なんですけど2割だけ挟んだまま、まあ、新喜劇を終えるということもまああるんですね。もう仕方がないことだったでまだですね僕今もそうなんですけども座長になる前本当に入りたてから2年目ぐらいの時本当に演技が下手でちょっとええ役させていただくんですけども演技が下手なんです真面目な役で本当に土下座のシーンで謝らなければならないところとかでも「かっちゃんすまん騙すつもりやなかったんや」みたいなもうこの棒読みでグッと締めなあかんとこでも大阪のおばちゃんがケタケタ笑うんですよねで僕としてはもう締めたい真面目にしてる一生懸命やってるんですけども全然毎日毎舞台おばさんがこうクスクス笑うんですようわこれちょっと迷惑かけてるなと思ったらですね、まあ、一番偉い桑原師匠という方が来て「おい小籔お前あそこなんで客笑うか分かってるか」と「いやすいません僕はちょっと棒読みで下手くそやからです」「いや違うお前気持ち入ってない」ほんまにそのすまんという気持ちだけを考えてたら演技うまい下手な関係ない他のこと考えるな本当に申し訳ないという気持ちだけであそこ望めば絶対お客さんが笑えへんって言ったんですよ、あそうですかすいませんいや僕それ以外も考えてないんですけどいやお前は考えてる見てたら分かるまあ一番偉い方ですもう大ベテランですからそうなんかなやっぱりそうかと思って次の舞台に挑んだんですけどもパラパパパパパラパパパパ言うたぐらいでもう9割行きたかったんです僕次の舞台何かこう喋りながらこうしててあーっともうなんか行けたら行こうかなぐらいの感じだったらパラパパパパ言うてもってあっとこれ50分かと思ったんですけどまあお芝居ずっとしてたんですこれ出ずっぱりやってほんで僕はちょっと喋って後ろずっと待つシーン結構長かったんですけどもそこでもう100ぐらいになって思ったんですもうなんか一歩も歩かれへんぐらいなんていうんですかねもう俺がっていう感じで僕はもう立ってられへんっていうが立っておるんですけど、一歩も歩かれへん状態でこう、ま、足をこうクロスしたりとか、白髪人の話こう聞いたりとか、ちょっとこけるんもみんなこけてますけど、僕ちょっとトトトトぐらいでちょっと我慢したんですけど、もう全然ここに意識いってもっても全然出ると、うわこれやばいと思う。だからまあいつもの緊急の握り拳台だけ出して、うん、でそれはええんやもんな。やっと歩けますから、100の状態じゃなくて 20% 出したら腸が 80% になった時には歩けるようになるんで、よしここやと思って握り拳だよガッといったわけですね。なっとだもいつもやったら歩けるんですけど、その時は俺も俺もってなってきたんですよ。あいつだけずるいわ。別に僕はそのサービスしてる気持ちはなかったんですけど、20% 出したら俺も俺もってなってきて、また100になったんですよ。これやばいなと思ったから土下座のシーン来たんですよ。あかん、これお客さん俺の方全部見るわと思って、しかも土下座のシーンですから体勢的に来ないなるんですよ。あかん、これ絶対出てまうわ、どうしよう思って、ほんでゆっくり言ってですね、かっちゃんすまん騙すつもりはなかったんや言うたら、お客さんから拍手来たんですよ。そのいつも笑いが来るところが、でもそんなん考えた僕はもうトイレしか考えてなかったんで、まあ幕閉まってその後すぐバーッ走っていったんですよ。でまあ握る拳台と、ほんで俺も俺もというのも全部浄化して、でまあ楽屋の方に戻っていったんですね。そしたら桑原師匠がですね、お前さっきの舞台良かったぞっつって、ああありがとうございます、あのなさっき舞台でやったこと次の舞台も同じことをやれって言うんですよ。師匠という方は本当に偉くてめっちゃ尊敬してもう大ベテラン、真剣で一番偉いんですけど、僕その時思ったんが、なんやベテランのアドバイスで当てならんなって。たまたまや。その時お前はあの時は謝ることしか考えてなかった。いや嘘つけよ。もう言うこと聞かんとこう。そんなことないか。やばいよ。ベテランのこと当てならんな。聞いてた。私はもう尊敬してるんですよ。一番めっちゃすごい人なんですけども、あの方のアドバイスは当てならんす。僕はね、アムに行った時の話なんですけれども、飛行機に乗っててもうちょっとで着くっていうところにパッと後ろ見たら、なんと松本さんご一家がいて、ああ松本さんだとか思って、これほんでまあ着いて飛行機の中でこれをご挨拶しなきゃと思って、あ松さん松さん、あお正月だったからセーフ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 、はい、その時も噛んだわけですからね。そうなのよ。そうその時も噛んだから、あ松本さん正月だったからおめでとうございますって、今年もよろしくお願いしますっつって、ほんで奥様も綺麗で、あはじめまして出川って言います、よろしくお願いしますとかなんとかあったら、そうしたら娘さんがすごい可愛くていたから、うん、で僕のことをすごいニコニコして見てたから、ああ娘さんだと思って「うん、あどうもはじめまして出川ですよろしくね」っつって頭をなでなでしようとしたら、その娘が手を。でもびっくり、大げさでも何でもなく俺もびっくりしてええと思ったら、もう奥さんがすぐ「わっごめんなさい出川さんごめんなさい、人見知りでこの子ごめんねごめんね」とかなんとかってすぐ謝って「あ俺でも全然いいですよ」とか思ったんだけど、俺やばいと思ったのが松本さんがやっぱ笑いにもこんだけストイックだし、なんかだから子育てとかもすごい厳しいんじゃないかな、これ松本さん怒ったらやばいなとか思って心配になって、松本さんをちょろっと見たら松本さんがニヤニヤにやけてやがったいやいやいやふざけるなと、ここは大人として親として絶対怒んなきゃいけないところにニヤニヤにやけてたから、まあ笑いの天才だかなんだか知んないけど、人としては俺の方が絶対上だって本当にここは絶対叱んなきゃいけないとこだから、親として甘い親ですよね。甘い奥さんが正解、奥さんが正解。ニヤニヤにやけにやがったそんなとしか言えないけど、でもさすがだなと思ったのは、もう娘なのにもうすでに俺の扱い方も逆にしてる。どんな歌がさすが天才の娘さんだな。そういえばお正月ね、小学校時代の話なんですけど、地元に高架の上に線路が走ってる場所があるんですね。でその高架下が公園みたいになってるところがあるんですよ。その公園にいつ行ってもおる忍者っていうおっさんの話なんですけど、いついても忍者っていう、犬一匹連れて忍者っていうおっさんなんですけど、ほんでな、俺はこの和風の前開きっていうんですかね、それをやって下作業ズボンで、むちゃくちゃ白のロングヘアをポニーテーブルにしてバーやってるおっさんなんですけど、ほんでなんかね、ほんまに木で作ったナイフみたいなこう持ったりしてるんですよ。忍者なんですよ。僕らも忍者言ってたんですよ。で、その犬連れてる犬も口のここがピーって切れてる。我々のお母さん世代からは忍者と遊ぶなって言われてるおっさんやったんですけど、僕興味あるから僕さ話聞きにくい、大した話出てこないですけど、明日晴れやないぐらいの、誰でも分かるわぐらいの、そんな話しか出てこないんですけど、ある日、忍者公園の近く通ったらですね、その公衆便所から出たとこで、忍者がバリッバリのヤンキー5人ぐらいで囲まれてるんですよ。来た忍者対ヤンキー、どんな忍術が炸裂するのかな、すごい決戦が見れると、人間も落ち着きまくってるんですよ、これ。慣れたもんや。ヤンキーだから一番でかいやつずっと見てるんですよ。でもこれ結構うすうす僕らも気づいてますやん、あれ忍者ちゃうって。こうなってきてボコボコにされて殺されんちゃうかな忍者を。僕らも震えながらこう見てたら、そう囲んでるヤンキーの一人が「ああああああ」とか言い出して「ああああ」って言って、みんながこう伝染してヤンキーがビューってヤンキーがこう帰ってる「すごい忍術や!」って言って「忍者!」って走っていったんですよ。まあ忍者ちょっとなんか震えてるみたいな感じでみたいな、どんな忍術使ってんやろなみたいな、どんな忍術使ってんやろ、何もしないみたいな、すごいな忍者思って、周り僕らテンション上がって忍者の周りぐるぐる回ったんですけど、忍者すっごい長い白髪をポニーテールにしてるんですよ。そのポニーテールの先にうんこついてたんですよ。そういうなんかトイレ行って多分ついちゃうんですよ。長すぎて運術がね、ピンともうんとも、まあそれはお母さんも遊んであかんってですね。スポーツジムに行ってまして、でお風呂入ってたんですけど、で同期でヘビイチゴの高橋っていうやつと一緒に行ってたんですけど、でまあ浸かることもなく、ここまでちょっとお湯に入って座ってる状態でやってたら、体洗うとこにバーって並ぶとこがあるんですけど、一人のおっちゃんがなんかわーってやってはって、でカラカラって一人入ってきはったんです。ほんで入ってきたおっちゃん見て、初めから座ってるおっちゃんが「よー一等兵!」って言うたんです。で言われた方が「よー二等兵!」って言うで、何やろこれ思って高橋と何やろな言って、ほんならまた違うおっさんカラカラって入ってきたら、その二人がそっち見て「よー三等兵!」って言いよったんですね。ほんで「おー1等兵2等兵」みたいな感じになって、で結局4等兵まで来たんですよ。でこれ何なんやろなってなってて、でまあとりあえずジムで友達になって、みんなが集まってその時間でお風呂になって、でそのチーム作ってあだ名つけてんやろって、ほんでええなっておっさんになって周りで遊びできたらええなって言うてたら、みんな体洗い出したんですけど、一人が急に「1等兵!」って言うたら、みんなが「2等兵と3等兵と4等兵と5等兵!」って歌うんですね。笑うてはるんですよ。でまあええんちゃういうノリにもええんちゃう。ほんでまたまあってやってたら、ちょっとましたらまた誰かが3等兵ぐらいが「1等兵!」って言ったら、みんなが「1等兵と3等兵と4等兵と5等兵!」って笑いよる。5等兵おらんやんけ思いながら。思ってて、ほんでみんなはって一通り体洗って同じタイミングで洗って、全員が頭洗うためにシャワー出してガーやりだしたんですね。ほんでわーってやった時に高橋が急に「いっとい!」って言うたんですよ。ほんなおっさんら全員頭洗いながら「いっとい!」と「3と4と5とい!」って言うて、終わってすぐまた高橋が「いっとい!」って言うたら、またみんなが「いっとい!」と「3と4とそれを5回隙間なくやったんですよ。怪しいと、こんな速度でこの歌来ることがないと思って、こんな顔してキラッとこっち見た時に高橋が「いった!」っていうとこやったんですよ。その瞬間二等兵が「騙されるなー、似たもんだー!」って言うのが来る前に響いて、それでみんな二人でブワーって逃げてやっと来たか。走ってきたね。まあ最近気づいたことですけども、気づいたこと。はい。気づいたことを発表してくれるわけです。はい。僕もともとずっとコメディアンになりたかったんです。ちっちゃい時からずっと。ほんでたまたま高校の時に日本に留学でやってきて、日本のお笑いを見て、うわっ、こんな世界があるんや。日本ではお笑い芸人にならなと思って国帰って高校卒業して、そこからもう。吉本の NSC 大阪の方行って、養成所、はい。そっからもう右も左もわからん状態で、頑張ってまあ1年間行って、これでも足らんと、僕は弟子入りしますと。で僕は日本で一番面白いと思っていたザ・ボンチのボンチ治さんのとこに弟子入りして、でまあ2年間朝昼晩ずっと月切りでいろんなこと学んで、でそっからまあ頑張ったんです、なんせ。いろんな本読んだんです。もっと日本人笑かせるように頑張らなと。いろんなことやってきたんです。犬の散歩のバイトとかも。いろんなことを経験。そんな辛いこともして、月給2人で、相方と2人500円のところが2人で割って250円が源泉引かれて225円。そんな生活で、またそれ来てビザが。心配で取れないと。ジパング上陸作戦というコンビですけども、それジパング上陸失敗になると。それでも頑張って入国管理局行って僕を認めさせて、やっといっぱい喋れるようになって、最近気づいたんですけども、もうちょっと片言だった頃の方がウケてたんです。今のトントンは、いや実はジュニアさんと同じ地区に僕ずっと住んでたんですよ。はい、ジュニアさんのもちろんマンションも知ってるし、僕とジュニアさんが全然全く知らないです。僕 NSC でジュニアさんもテレビに出ててっていうとこから近かったんですよ。でまあよく本当に治安が悪くて、ジュニアさんの家の前で、そのマンションの前でもう殴り合いの喧嘩とかあったりとかして、で僕ほんまに偶然たまたまなんですけど、そこで矢島のように見てたんですよ。ほんならマンションからジュニアさんがバーッと出てきて、絶対僕のことは知らないし、でもたまたま僕がこう異様に見てたんで「おいお前今これ何があったんや、おいどないなってんねん」みたいな。ジュニアさんがもう何やったら行くでみたいな、何やったら行くでみたいな感じで、いや実はこの辺揉めててえらい騒ぎになってるんですよ。ほんまかって言って、このリズムがちょっと待っとれよみたいなので、うわーマンション帰ってたんですけど、1時間経っても全然帰ってこなかった。ホッシャンとコンビ組んでた時のチュッパチャップス時代の話なんですけど、もともとコンビ組んでましたからね。でその時にまあ若い女の子とかにこうキャーって言われてたんですよ。結構人気はすごかった。はい。でもなんかそれがちょっとなんかほっしゃんとこう悩んでて、やっぱり男からおもろいなって言われなあかんのちゃう言うて、で何しよう言うて、なんかイベントがあったんですけど、そのイベントで何しようほっしゃん言うて、で自分らの好きなことをやらへん言うて、でそれをビデオで流そういうことになって、ほんでどっちが T シャツぎょうさん食べれるか対決しようか言って、どっちが T シャツをぎょうさん食べれるか対決しようか言って、食べれるかです。食べれないですよ T シャツなんて。切らずに長いまま、いや長いままじゃ切ってもいいし、もうそのままもう飲み込んでもいいし、やってみようで制限時間だけ決めとこう言って、ほんで5分に決めてやったんですよ。で用意ドンでこっちのカメラとこっちのカメラを分けてやって、で部屋もバラバラで、で僕こうちょびっと切って、ちょっと調味料とか置いてあるんですよ。調味料は何使ってもいいんですよ。ほんで僕醤油選んで醤油こう染み込ましてこうやったら、一瞬は美味しいんですけど食べられないんですよやっぱり。これ無理やな思って、最後まあ5分の最後4分55ぐらいでちょっとだけもう飲み込んだんですよ。でよっしゃみたいな、で終わって結果発表言うて、ほんで星が持ってきた T シャツもう片んとこしかないんですよ。は海外ロケ2ヶ月おきぐらいでよく行ってるんですけど、まあ海外で滑ったことがないんですよ。まあいろんな数がトゥースとかオニガールとか、まあギャグがあるんですけど、やって滑った試しがないんですよ。今や日本よりも海外のがウケるような状態で、なんかアフリカがホームみたいな感じになってもう行くのが楽しみでしょうがないぐらい、もう行ったら絶対にウケるんですけど、まあ子供が真似してくれたりとかして、まあそんな中で台湾に行ったんですね。で台湾に行って普通に街歩いてたら、台湾の人が春日だ春日だみたいな感じで気づいてくれて、でコーディネーターの人に聞いたら、台湾で日本の番組がちょこちょこやってるらしいんですよ。で春日のことを見たことがある人が、まあ、春日だ春日だみたいなことを間違えてくれて、でそんなこと知らなかったんで、海外でなんか顔を呼んでもらうとやっぱ嬉しいんですよね。だからちょっと調子乗ってトゥースとかやってたんですよ。そしたらまあわっと湧いてくれたりました。でいろんなとこ行ってトゥーストゥースやってたんですね。そしたらコーディネーターの人がちょっとトゥースはやめてくれと注意されまして、でやっぱり街中でなんかあんまり行ったら外国人じゃないですか、外国人がこの大きな声出したりするのあんまよくないのかなと思って、あなんか声とかやっぱり大きいからダメですかって聞いたら、いやそういうんじゃなくてトゥースなんですけど、こっちの方の台湾の言葉の意味でトゥースって血ヘドを吐いて死ねって意味なんですよ。各地が咲くんですね。だからずっとでっかい声で血ヘドを吐いて死ねって言ってバンバン言ってたと。ちょっとやめてください、トゥース知らない人もいるんで、で分かりましたと。でただそのコーディネーターの人がトゥースーならいいと、イントネーションもトゥースじゃなくてトゥースーならいいって、でその意味聞いたら食パンって意味だったんですよ。だからどっちにしても食パンって言っても血ヘド入ってしまってもいいですわトゥースはって、まあまあトゥースはやらなくなったんですよ。いろいろなんか違いがあるという、ちょっとの違いでね、やらしい話じゃないですけども、まあ言うてもね、僕も一応高級車というもんにね、乗ってるつもりなんですよ。でまあまあもちろん買った時からもう最初からカーナビがついて、まああえて車の車種とかは伏せますけどね、でこの高級車のカーナビがなんでこんなにアホなんかなっていう、ホントバカなんですよ。で今までイライラもしてたんやけども、でちょっと前にちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、で六本木3丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで、でまあ六本木は分かるけど3丁目って言われても意外とどこかなっていう、大体の雰囲気は分かるけどいまいち分からんな、まあまあカーナビはあるからそれでええわと思って、僕渋谷の方からカーナビで一応六本木3丁目入れて、であれなんですか、あの道六本木通り、六本木通りか、六本木通りをもう六本木3丁目やから、まあ多分あの辺やろ思って渋谷の方からこう向かってたんですよ。ほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃないですか、あそこに乗せようとする。そうですよ、もうちょっとそうでしょ。俺3丁目は分からんけど絶対距離的におかしい、もうありえへんからと思って、もう乗ろそうとするのやめて速道に行ったんですよ。左へ曲がってくださいみたいな、もう左か、なんかもうなんか新しいルートを探しますってなってるんですよ。左に曲がってくださいと、まあ曲がるよそれやと思って、で曲がったらまた左へ曲がれ、でもう一回左曲がる、気づいたらまたそっち出てきてるんですよ。ほいで高木町からまた乗せよう、いや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 、ない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 、それはないわ思いながらまた無視したったんですよ。また左曲がれ、また左曲がれ、また左、また出てきたんですよ。もう分かったと、どういう決着をこのガキつけようとするのか、この俺様を高木城から乗さすんやな。よっしゃ乗ったらどんな決着つけんだ、高速もただやないぞ、乗ったら高木城乗ったんですよ。乗って300m か 400m ぐらい高速をぐー走ってる時に目的地周辺です。取材をしていただけるということになって、なんかその雑誌がグッドロックスっていう雑誌で、なんかちょっと見せてもらったらものすごい白黒のなんかこうアーティストの人とかがみんなこうグッと決めた感じで載ってる雑誌で、その方がちょっと取材をしてくれるっていうことで、でマネージャーが「いついつ何時どこどこです」で「分かった」で今回向こうの方の意向でほっこり兵藤さんはしてると、その兵藤さんをなんかこうかっこよくスタイリッシュに撮りたい、そういける言って、なんかもうおはぎをマカロン風に撮るみたいな感じ違うんかとこれいけるんかと、俺はええよとおはぎのまま行くからあとは自由にしてくれたらいいと。ほんでその場所に行った時に、結構感じのいいスーツ屋さんでそこでかっこいいスーツも用意してもらって、もうネクタイピンとかなんかそんなの全部こだわったやつつけさせてもらって、ほんでそこにソファーがあったんですけど、じゃあ今から撮りますんで今日は兵藤さんのかっこいいとこちょっと撮らせていただきたいですってカメラの方が言うから「はい」って言って「じゃあ行きましょうか」ってなって、僕こうやって座ってバシャって撮ったら「それいつもの兵藤さんですね」今日兵藤さんマフィアになろうかってなって、でちょっとにらみつけてくださいカメラを、あ分かりましたってなってパシャパシャうんってなるんですけど、僕としてはちょっと気恥ずかしいというか、そういう写真いつも撮ったことがないから、いつも取材でちょっとアホな顔するんでちょっとにらみつけて撮られるのもな思いながら、向こうの人はもうだんだん載せていってくれて、今もうデジカメやから何枚でも撮ってくれるんですよね。でその場で確認できるし、兵藤さんちょっといいねもうちょっとにらもうこれはねドジったやつだよどじったやつ、こいつを睨みつけてくださいピシャピシャってなって、俺もこういう風な感じでやってたんですよ、ほんだら「いいねいいね」ってなってきて、もっと睨んでパシャパシャって乗って、もうだんだん寄ってきて、もうこの辺までレンズ持ってきて「こいつがどじりました」みたいな感じでパシャパシャって撮られて「うん」ってなっとったら、たまにチラッと見て「おお」みたいな顔してくれるんですよ。ほんで吉本のやつにもこうやって見せたら、その吉本の関係者のやつもそれ見「おお」って言うから、ちょっとおはぎもちょっとマカロン気分になってきて「いけるんちゃう？いけるんちゃう？」ってなってパシャ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 次立とうか兵藤さん立ちましょうって俺立って。でこういうふうに腕組みましょうで腕組んで見下ろしてください、その人下行ってガヤーって撮ってくれてて「いいな兵藤さんめちゃくちゃいいな」でブワー乗ってきて、その人が「よし次帽子取ってみよう」パッて帽子取った瞬間に「バシャかぶろう」って言われて失礼なこれはあかんかった気悪いわ何でも褒めてくれたのこれはあかんかったよ1枚だけ何枚でも取れるはずやん取るだけ取ったらええやんな、後で消したらええやんなパシャかぶろうって言われた短いのじゃあやりますかね。僕今でもあれなんですけどプレイボーイで連載をやってるんですけど、あれも別に自分で書いてるわけじゃなくて、僕がいろいろインタビュー形式で僕喋ったことをまあまあ書いてもらってるんですけど、その担当の人がもう今変わったんですけど、前の担当の人だったんですけど、その人が僕が割と一生懸命うわー喋ってたらブルブルブル鼻血出しました。鼻血がブルッって鼻血が出た。鼻じゃなくてブルッブルブルって鼻血が出た。ちょっと大丈夫ですかって。あちょっともう今日やめた方がいいんじゃないですかって言ったら、いやいやそんなんやめれないですって言って、続けます続けてさせてくださいって言って、でティッシュだけすいませんってティッシュをね、僕の楽屋やったんですけどティッシュを丸めて、もう血がもう半分ぐらいまでにじんできて、大丈夫。で喋っててもまたなんかグーなってるから、いやもうちょっとやめた方がいいんじゃないですかって、ちょっとすいません続けるんですけど続けたいんです続けますだからちょっと横にだけ鳴らしてくださいそれで俺はずっと喋ってんの横になりながらびっくりしましたですね。催眠術に僕めちゃめちゃかかりやすい体質。見たことあるかもしれない。そうな感じやのに。意外になんか真面目っぽい、僕変に真面目なんですよ。真面目な人間ってかかるまで一切信じないのにちょっとかかり始めるともう一気に入っちゃうらしくて、俺すんごいかかりやすい、催眠術師に褒められるぐらいすごいかかりやすいでバラエティーでそれで仲良くなった催眠術の人を友達の芸人とか一般の知り合いとかと家に呼んで、俺松田聖子になるっていう、松田聖子さんになるって催眠術をかけられて、でみんなに「聖子ちゃん」とか言われるともうね、松田聖子として嬉しいんですよ。みんなが聖子ちゃん聖子ちゃん言ってくれるのが完全に当たってるからね。そうなんです。もうそれがで「赤いスイートピー歌って」とか言われるとうろ覚えなのに、うろ覚えなんだけどなんとなく歌えて、でみんなが湧くともうすごい聖子ちゃんとして嬉しいんです。ほいでプロの催眠術師ってすごいなと思ったのは、プロとアマの一番の違いは何ですかっつったら、プロはパニックに対応することができるんだっつって。で、何をするかっていうと、最初にかける前に安全装置として、うちのマンションのエレベーターのボタンを押すと催眠術は解けるっていう催眠術を最初にかけるんですよ。そうしとかないとパニックの時でも表とか出ちゃうと危ないでしょ。でも俺すんごいかかりやすいから延々と聖子ちゃんなんですよ。で、次第にみんなにあれ歌えこれ歌えって言われてるうちに、今度聖子ちゃんとして腹立ってきて。そりゃそうだ。なるほどね。そりゃそうだ。なんかね、天下の松田聖子がその当時の仲間なんて売れない芸人じゃないですか。なんでお前らにあれ歌えこれ歌えって言われなきゃなんねん。聖子ちゃんにしたって、なんでお前ちゃん付けなんだみたいな感じになってるんですよ。ね、ファンと自分ならいいけど、お前ら芸人の下っ端だろ、それが天下の松田聖子をちゃん付けってどういうことだってなってきて、すっごいイライラしてきて、したら一人悪乗りしたそのお笑いが聖子ちゃんのおっぱいをギュッて掴んだんですよ。これはいかん。したら俺途端にうわーんって泣き出した上にブチギレて、表の玄関のドアバーンって開けて、そのまま俺階段を降りてっちゃったんですよ。そこまでかかることを想定してないから、泣きながら怒りながら階段をワーンって降りてっちゃって、そっから先俺もほとんど覚えてないんですけど、気が付いたらマジに四谷のサンミュージックのエレベーターのボタンを押してた。事務所が事務所なんです。聖子ちゃんの事務所。これで俺サンミュージックの入り口のところで、あれ俺何やってんだろうって解けたから、一気に。エレベーターのボタンでもいいんですね、みたいです。それでタクシーで追っかけてきてた仲間がどうなることかと思ったと。ワンワン泣きながらもう止められなかったから。うわすげえ事件だな、ちょっとした。でもなんかその催眠術の人がもうびっくりするぐらい、こんなかかる人は一生手元に置いときたいぐらいかかる。ある特番があって、はい、僕はひな壇の3段目ぐらいでコンビに座ってて、なんかスポーツの特番でこんなすごいスポーツの人がいるみたいな VTR を見てスタジオ降りてきて、女性のロッククライマーを特集するみたいな。でその人が出てきて、この人すごいんですよみたいになって、中指だけで1本で懸垂ができます。で実際スタジオでその人がグーやって、なんか片手でグーみたいになるんですよ。でうわーすごいって盛り上がって、じゃあこの中の誰か挑戦してみませんかみたいになって、で小島が「じゃあ小島さん」ってなって、小島が呼ばれてでまあ小島もね、やる前に俺悪いですけど簡単にやっちゃいますよ、こんなの服だけ拭いて、で結局グーってやってドーンとできずに落ちて「いやすいませんでした」みたいな感じで笑いになって、ああよかったなと思ったんですけど、僕の角度からちょうど見えてたのが、小島がこうずるっと降りる瞬間にここの皮が全部ベロッと出て、血がちょっと出てるの見えたんですよ。えっと思ったけど、さすが小島もバッとこう隠して「いやすいませんできませんでした」って笑いなんか包まれてひな壇まで戻ってきたんですよ。よくやったと。さすがもう20年選手ね。そのまあ服だけ吹いて笑いにして、なおかつそういうハプニングも隠して、よくやった小島って100点満点って僕の隣に座ったんですよ。で隠して、それこっちの隣がアグネス・チャンさんだったんですよ。で収録がこうまたスタートしたら、アグネスさんが「ちょっと待ってみんな」と。この人でこんななりまで頑張ったんだよ。血だらけの手を上げちゃって。でオンエア見たら案の定全カットでした。大きなお世話やわ。ただね、アグネスさんもそこから言ってあげたかったんですよね。悪気がないんですよね。すごいな、悪気ない人ばっかり出てくる。悪気ないですよ。ちょうどおもろい。ですね、テレビの番組の企画で青木ヶ原に心霊写真を撮りに行くっていう企画をやったんですよ。で僕とアイドルの女の子何人かで大きいバスでみんなで向かったんですね。で着いたら夜の12時で「ちょっと待っててください」っつっていうちょっとペンションみたいなとこで待って、でその待ってる間も怪談話とかする人を呼んで、ものすごく怖かったんですよ。で夜中の2時からやりますと。後日時なんで、で2時になったら青木ヶ原にまたみんな行ったわけです。で行ったら街灯も何にもない真っ暗なんですよ。でルールとしては1人1つインスタントカメラを持ってって一人でまず入ってって全部撮り終えたら持ってきて写真を確認する。で撮れてるか撮れないか確認しましょうってルールなんですよ。で1人目のアイドルの子がインスタントカメラを持って入ってったんですよ。そしたらね真っ暗なんでもう 10m も行ったらその子見えなくなる。でうわーっと思ってでしばらくしたらその子が戻ってきて「撮りました」っつってその10枚の写真をじゃあテーブルに並べようっつってパパパパパンって並べたんですよ。心霊写真って普通ねちょっと影の具合でなんか顔に見えるねってその程度じゃないですか、はい、全部にはっきり写ってるんですよ。と思ってなんちゃこれと思ってはっきり写ってるんです。でそのもしものことがあった時のために地元の霊媒師の人も呼んでたんで「これ何ですか?」って言ったら「こんなことありえない」って言うんですよ。で2人目の子はもうその時言ってるんですよ。で戻ってきてまた写真を持ってきたんで広げたんですよ、うん全部にはっきり写ってる。また1人目の子と2人目の子が全然違う人なんです。なんじゃこれっつってで霊媒師の人が「これはやばい」と「やめた方がいいですよ」って言ってプロデューサーを呼んで「そういうことだからやめよう」と「でも今3人目の子が行っちゃってる」と「じゃあその子が戻ってきたらやめましょう」と「これはやばい」そしたら3人目の子行ってるから待ってたんですよ。そしたら青木川の真っ暗な青木川の中でギャー声だけ響いたんですよ。うわーっつってスタッフが何だと思ってスタッフが何かわーって走ってったんですよ。でなんだなんだなんだと思ったらその子がもう失神ですよね。わーってもうカッチカチで痙攣しながら運ばれてきたんですよ。で見たらもう目ってこんな白くなるのっていうぐるっとぐるっとめぐって真っ白でっけなんですよ。うわーっつってでも痙攣して全然もうカチカチで動かないんですよ。でとにかくっつってバスの後ろが広いんでバスの後ろ運んじゃおうっつって運んで連れてってうーってやってるんですよ。うーっつって何かやってるんですよ。で何言ってんだと思ったらうーあいつと目があったあいつと目があったって言うんですよ。うわーと思って要は写真撮る時覗くじゃないですか。でその時にあいつと目があったってこと言ってんじゃないのっつってうわこれこれこれそしたらそのうち「ギャー」って言うんですよ。その子がもう一回「ギャー」っつったと「あいつが来るよ」って言うんですよ。あいつが来るよって叫んで霊媒師の人呼んだんですよ。ちょっと来てくださいっつったら「私にはどうすることもできない」っつって帰っちゃったんですよ。っつって霊媒師いなかったら僕はどうすることもできないんですよ。痙攣してる白目も似てるあいつが来るよって叫んでるんですよ。どうすりゃいいんだっつったらプロデューサーが「ちょっと待ってください」っつってバッグ持ってきてバッグビャロって開けたらなんか木彫りの仏さんみたいなの出してきたんですよ。何かあった時のために持ってきたんですでそのプロデューサーがその痙攣してる女の子のところ行って「つかめつかめ」って言うんですよ。で女の子はもうこうって固まって痙攣してるから「つかめつかめ」ってもう全然つかまないんですよ。ですごい近く行って「つかめつかめ」っつったらそのプロデューサーの頭ガンって掴んだんですよその子が。でそのプロデューサーっていうのはものすごく毛が薄いんですよ。けどものすごく丁寧にいつもセットしてくるんですよ。ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですよ。それまで「つかめつかめ」って言ってた人が「つかめるとつたん離せ離せ!」けどその子はもうそんなにちゃんと掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですよ。ものすごく引っ張られて最後に「離せっつってんだろ」っつって仏さんで殴ったんですよ。よっぽどですよ。仏さんで殴ったらあかんやろ。めっちゃ短いですけど。あ、めっちゃ短い。二子玉川のイタリアンレストランで大山信代さんが注文聞かれて「ペペロンチーノ」言うてはりました。出すんかな福岡の話、福岡にまつわる話なんですけど、はい、まあ仕事から福岡に移動が結構多くて飛行機で移動するんですけど、福岡も結構人気で結構満席が結構よくあるんですけど。はいまあちょっと数年前なんですけども、その時も満席という情報は頂いてて、まあ、乗ってたんですけど、たまたまそのギリギリまで僕のこっちが空いてたんですよ、もう満席って聞いてたんで、やっぱちょっと隣が空くとやっぱりちょっと、ね、ゆったりできますし、まあ、肘のこの関係もありますから、あよかったなと思ってたらギリギリに一人の女性が飛び込んできたんですよ。でその人は外人で、欧米でもなくアジア系でもなく中東と見られる、まあ、女性で、でなんかいでたちもちょっとタンクトップにちょっと1枚羽織っただけで、うん、まあでもちょっと色っぽいというよりはどっちかというと妖艶なちょっと怪しい感じの女性が僕の隣にとっと座ったんですよ。で座るなりにものすごくため息をつくんですよ。でおもむろに携帯電話出して喋り出すんです、うん、でも機内は電話ダメなんで、ね、まあ客室乗務員の人がちょっと電話やめてくださいって言うんですけど、それを制してものすごく怒鳴ってるんですよ電話に向かって、うん、わわわわ何言ってるか分かんないですけどとにかく怒ってるんですよ。でもう怒ってもうまあ、日本語で言うとバカ野郎みたいな感じで、うん、携帯でバッグの中にバーンって携帯を落として、うん、もう一回大きなため息をつくんです、うん、はあって。で今度は何だろうと思いながらちょっとチラチラ見てたら、うん、システム手帳を出して、うん、でシステム手帳をこう開くからそれをチラッと見たら、まあ、おなじみのアラビア文字みたいな感じでバーッと書いてて、うん、でその日の日付のところにものすごくバッテンマークをつけられて、バッテンをわっと思って、でなんかここからも僕の妄想なんですけど、うん、こいつなんかしでかすんじゃないかと。いやというのもちょうど僕その当時24にハマってまして、とあるエピソードで女スパイが飛行機爆破して自分だけパラシュートで逃げるっていう、そういうエピソードがあったんですよ。そうなってくるともうそうとしか見えなくなってくるんですよね。多分この私はやりたくないと言ってると、でもうなんか人質に取られてるか分かんないですけどもうやらざるを得ない、やるわよみたいな感じで切ったと。でそのシステム手帳にこうバツ印をつけると。だから罰じゃなくてもう X デーだと妄想だけでつじつまが合ってくるんですよ、はい、そうなってくるともう僕その事実してるの僕だけじゃないですか、はい、でももうギリギリに飛び込んできたからもう滑走路に、はい、滑走路にもう向かってるわけですよ、はい、で今なら止めれるけど、うん、証拠もないし、うん、武器を発見したわけでもないし、はい、あどうしよう、もう俺しか知らない満席の、うん、ね福岡行きの飛行機、いやどうしようどうしようと言ってる間にもう飛行機はどんどん加速していくわけですよ。はあどうしようって言ってる間にもう飛行機がふわっと浮いたらもうしょうがないですよね。もういざという時は俺が取り押さえるかもうとにかく寝ずにもうこの人の番をしようと思った時に飛行機が離陸したと同時にその女の人もまた深くため息をつくんですよ。もう腹決めたみたいな感じで「はあ」って言って僕の方をふっと見てで片言の日本語でですね私今日日帰りよって言ったん泊まりたかったんですって。おいしいものいっぱいあるからね。泊まりたいわそら。屋台とか行きたいわね。屋台とか行きたかったんですよね。直前になんか入ったんですかね。日帰りだから。泊まりたいですね。日帰りしんどいそうですね。僕も中学生の時にビーバップハイスクールも直撃世代で、で僕はもう岡山の倉敷ってとこなんですけど、僕なんかど不良で本当に。で。今100キロぐらいなんですけど120キロがあってで髪もバーッと立ててでもうこんな自転車乗って自転車こうやってで後ろにはこう肩持ちながら立てるなんかあれとかもつけてで街をよく徘徊してたんですよ。で倉敷っていうのは普通の住宅街を結構低空飛行で夏はコウモリが飛ぶんですよ。結構あれツバメかなとかスズメかなと思ったら結構コウモリだったりするんですよ。でいつも徘徊してて78人でこう並列してこうしゃべりながら行ってたんですけど一番かっこよくて一番モテる石田っていうやつの口にファサッと入ったんですよコウモリが。でたまたま俺しか見てなかったんですよでおいってみんな止めて今石田の口にコウモリ入ったぞって言ったらみんながいやそんなわけねえで石田っていうのはカッコつけのやつなんですよ。で「入ったよな」っつったら「入ってねえ」って言ったんですよ石田が。で俺がもう嘘つき呼ばわりになってでも確実に入って石田が口開いた時に入って口閉じる時に羽がファサッとなってバッと飛んでったんですよ。確実に俺は見たんですね。ででももう嘘つき呼ばわりになって「いやそらねえ」ってコウモリ超音波で飛んどるし「そらねえで二郎さん」俺がもうホントとんでもないやつだみたいになって、でそっから14歳から4年後みんな車免許取り始めて、で朝方5時半ぐらいの国道とか行くと4車線ぐらいあって全く車走ってないんですよ、岡山の山の方行くと。でそこでみんな水風船をバケツにいっぱい4台各自入れてバンバンぶつけ合いながらゲラゲラ笑いながら、ほんでもう戦争だっつってバシャバシャ、ほんで防御する時は閉めて投げる時はやってバン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 水風船やってたら石田の口にパクッと入ったんですよ。割れずにですよ、あんなに割れやすい水風船が割れずにポコッと入った。それであの4年前二郎さんが言うとったコウモリほんまにあいつに入ったなって。あんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども、7年8年前ぐらいです、ジュニアが東京来てちょっとしたぐらいの時期で、あの子そんな暇やったんで、みんな仕事も偏ったりとかしてたんで、結構昼間からずっと遊んでたんですね。これ松本さんと僕とジュニアと3人の時の話なんですけど、松本さんの車で家集合して、で僕が助手席乗ってジュニア後ろ乗って、ラーメンでも行こうかと、1時2時ぐらいに、ラーメン食うて、大体の予定がラーメン食うて、お茶飲んでなんや買い物みたいにして、晩飯もなんか食べて、解散しようかみたいな感じが通例やったのね。でラーメン食べて、でアイスコーヒー飲みたいな言って「いいですね、査定行こうか、査定行こうか」って言い張る。どこですか？原宿のや、原宿のサテン、前行ったよ3人で、このメンバーや、ちょうど半年ぐらい前かなって松本さんが言う。どこですかね、ジュニア分かる？いやちょっと分かんないですね。いやいやまあ近づいたら分かるわ。そうですか言ってバーッと原宿の駅の横の方のちょっと R がついたとこ、ここで止めてちょっと入ったとこや、思い出したやろ。いやちょっと分かんないですね。ジュニアはわかんないっすね。いや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 、来たこのメンバーで半年前。だんだん腹立ってきはって、入ったらわかるわって、もう目の前に来たらお好み焼き屋さんになってんねん。いやこれ今はお好み焼き屋さんやけど前サテンやったんや、わかるやろもう。いやわかんないっすね。いや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 、絶対おかしいよお前らって、もうちょっとあかん入る言うて、お好み焼きさん準備中やねんけどバー入っていって従業員仕込みしてるとこで「ちょっとすいません来い入るあんまり変わってへんわ、レイアウトあんま変わってへんわ、ちょっとすいません、ここほらショーケースのとこ、ここほら見よ見、なんかキャベツかなんか入ってる、ここ前コーヒー豆入ってて俺買うて帰ったな、こっち週刊誌積んだって思い出したやろ、わかんないっすね。いや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 、お前らいい加減せえよ2人ともっちゅうのは考えられへん。いやちょっと待て、ちょっと店の人聞くわ、ちょっとすいません、ここ前査定でしたよね。そんなことを聞いたような、前の査定の人ちょっと連絡取れないですかね。電話番号一応あります、ちょっとすいません、ちょっと電話します、ちょっと電話貸せやしにゃって電話して「なんでやん、ちょっとすいませんけどもし連絡取って連絡ついたらちょっとジュニアに電話するように言ってもらえませんかね」お好み焼き屋さんの大将に「ジュニア電話番号言え」ジュニア「はい」って帰ってほんで出て、お茶ないからお好み焼きになってるから「もう乗れ」言うと、お前らほんま昨日においてはやな、こっから竹下通りの抜け道がありますぜみたいなこと言って買い物行ったやないか。すいませんわかんないです。いやもうええ、お前らもうええわ、アホかこんなしょうもない後輩や言うて乗れ言うて、車でももう何話すわけでもなく、どこ行くかなみたいな感じで走ったらジュニアの携帯電話あって、ジュニア出て「はいもしもし、はいはいすいません、ちょっとすいません兄さん、さっきのお店の人が「おお貸せ!」車と思って「もしもし松本ダウンタウンの松本ですけども、半年ぐらい前だと思うんですけど僕と木村祐一と千原と3人で行きましたよね」。そうですか。はいはいはいすいません、はい知らん言うてはるわ言うていやそれはだって俺らは行った記憶が全くない。うわどうしようかな、車の中でも肩身狭いし、で結局なんかその日はもう晩飯もなんか行く気になれへんみたいな感じ、もうなんか解散やみたいなってもうジュニアと二人で降ろされたっていうか、まあ送ってもジュニア覚えてる、いやない違う多分間違ってあると思うんですよせやけどあの勢いやったからな言うていや帰ったその日は。ほんで3日後か4日ぐらいガキの使い家で見てたんや。で遠くなって「レディース&ジェントルマンバー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 ン」言うてランタンさん出てきはって、松本さんが「いや浜田よ、もうこれ老いというのはこれ怖い、老化というのは怖いな浜田これ何やどないしたんや」え、何やろうって思ってて、いやこないだなキムとジュニアと3人でな、まあ、ラーメン食うて茶行こう言うたらな、あの2人が知らんよんねや、あの時の話してはるわ、何やろうって思って、お腹立った相手話になんのかなって思った。ほんでなもう行ったんや、ここ思い出すわ、道歩いてたら言うて、お好み焼き屋なってたんや、ほんほん言うて、ほんでもうお好み焼き入っていって、もうほらお前らもう来い言うて、あの時のまんまやろな。ほんでここがショーケース、ここがコーヒー豆置いてあってって言うた瞬間、違うわ今だと山下やって思ったんやあの小岩でもそこでもう間違った言われへんから、ここに週刊誌があって思い出してやろう、いや分かりません、いやいやいや電話番号のくだりも全部あって、ずっとその時もう違うって思ってたそれで前の人の連絡先分かんないですかねって言う時に「分かります」って言われた時「連絡ついちゃう分からんでええのに」そっからキムとジュニアにもそんな話一切今日までしてないから7年前7年前泣き寝入りですよ、泣き寝入りとはのうでガキ見てたらさらにもうあの時な浜田な、もし思い出したふりしよったらどついたろ思ってたよかったジュニアに電話したことは言うまでもないわ見てた、ね、腹立ったというか悲しかったんですよ、なんか兄さんとの思い出は喫茶店のことでも覚えといてくれよって思ってたそうや途中切れながら「お前ら兄さんとの思い出を」とか「お前ら兄さんとの思い出を」めっちゃ言うてた。僕2008年の M−1 の決勝に出させていただいて、お仕事をいただけるようになったんですけど、その時のエントリーナンバーが4431という番号だったんですけども、そのナンバープレートつけて漫才をやってたんですけど、うちの親父がまあ芸人だってよくある話だと思うんですけど、そのテレビに出て食べれるようになるまでお前とはもう会わない。実家にも帰ってくるなっていうことで数年会ってなかったんですよ。でも M−1 のその決勝は見ててくれてて、俺のそのナンバープレート4431を見て、あれ俺のことを思って番号にしてくれてたのかなって言ってたらしいんですよね。で親父がもう熱狂的な阪神ファンなんですよ。で1985年のゴロのタイガースで好きで、でバースの背番号が44番で、掛布の背番号が31番で4431で、そのもうやめちゃったんですけど、会社のロッカーの鍵とかの番号を4431にしてて、で自転車が趣味なんですけど、自転車の鍵のチェーンも4431で、ジムのロッカーとかも4431にしてたんですよ。でM−1 出たんでもう食べれるようになるかもしれないから、もう実家帰ってきていいぞって言われて、数年ぶりにお正月帰って一緒におせち食べてたんですよ。そしたら番号俺のために4431にしてくれたのかって聞かれて、そしたら母親が「お父さんなんか喜んでたわよね」みたいな。でもあれはそのエントリー順でこう決まるもので、僕が選べるものじゃないので、あれはまあでもそこ嘘つけないで、あれはなんかこう別にたまたま4431だったんだよっていう話になったんですよ。でも親父も「ああそうか」みたいな。でも偶然ってあるもんなんだなみたいな、なんか縁がなんかあるんだろうなみたいなことで。M1 とか出るとそのトーク番組すごい出るじゃないですか、でその話してたスタッフさんが「その話いいですね」って、あったかい話なんでいろんなとこでこうしてたんですよね、その話をしたら親父自転車盗まれたそうバレて個人情報がダダ漏れになったで電話かかってきて「二度とあの話するな」ってせっかく仲直りしたのにまた仲悪くなっちゃった。ああそうか、なるほど、あるわ、それはありえるわ。ああ怖い怖い、危ないとこや。今番号変えてるんですよ。お父さんが番号変えたらその話ですよ。本日の里見雅人師匠にゴルフに連れて行っていただいたんですよ。行こうかー言って、100点派な感じの師匠なんで、で朝早くからものすごいお元気で最高やなーって言うたんですよ。で行くでー言うたらはい。で僕はもうボーっとしながらついていって、ほんならまあ師匠の知り合いで中野さんっていう方、もう一般の方なんですけど、中野さんっていう方が一緒に来てはって、で僕より年上だと思うんですけどちょっと小綺麗にしてはるというか、ちょっとまああんまり言い方悪いんですけどチャラいというか、顔男前なんです。なんか高知昇さんみたいな顔してて、で前髪がもうなんかこうブイッブイってなってる、前髪揃えらずブイってなってる感じでシャシャシャってなってて、でなんか「今日よろしくね」って言ったらごっつ日焼けしてはって「よろしくお願いします」って言って、ほんでまあとりあえず僕ゴルフあんまりやったこともないんですけど、ほんで師匠はまずバーンって打ちはってバーンボールに向かって「ボールさーん飛んでねー!」言うてはるんですよ。で「ちょうど行くぞ!」言うて「俺は呼び捨てなんや」思いながら「ボールさん言うてたの」って思いながら「師匠お願いします!」ってわーって言ってて、僕下手やからまあ向こうおったりこっち打ったりしててわー走り回ってたら、そのまあ中野さんという方がこうなんてやってはるんですよ、僕に向かって「え何ですか?」って「兵頭ちゃん肩がね入っちゃってんだ、これキープ」みたいな、こう打ったらいけるから言われてもできないんですよゴルフで。急にでバーンと惜しいねーみたいな、次頑張っちゃおうよみたいな、ものすごいアドバイスしてくれるんですよ。ほんででもまあそんな嫌な感じでもなくて、ありがとうございます。ほんで急まあ昼ご飯の時も「兵頭ちゃんあそこもうちょっとこうやったら兵頭ちゃん絶対伸びっから」みたいな、まあまあそうですかありがとうございます。でまあゴルフも終わりました。で雅人師匠はもう帰られました。でまあその中野さんという方が「じゃあ兵頭ちゃん僕帰るから今度さ食事行かない？」みたいな「あいいんですか」ちょっと電話番号教えちゃってみたいな「分かりました」で電話番号教えて「じゃあまた電話するね」みたいな、ほんでまあ帰りはったんですよ。ほんで俺まあ準備して、ほんで出ようと思って、ほんで携帯どこやったかなってパッと見たらなんか留守番電話入ってるんですよ。あれやもんでまあ車乗る前に聞いとこう思って聞いたら中野さんなんですよ。もう素早くもう入ってるんですよ。で「あっ兵頭ちゃん本当今日楽しかったよね、今度本当食事行こうよね、これ俺楽しみにしてっから」みたいな、そこまではいいんですけど、じゃあというわけで「NEXT TIME! BUY NOW!」って言ってキレてたんですよ。おおなかなかやねえってなって「FM やん!」ってなって、いやなんぼ年下でも初対面に一発目の締めが「NEXT TIME! BUY NOW!」ってキレてたからえこれどうしたらええのと。ほんでまあ普通やったらかけ直すじゃないですか。でもかけ直しても車乗ったらかもしれんし、俺どっちかってジュニアやし「NEXT TIME! BUY NOW!」って言われたかけ直した一声目もようわからんし「ありがとうございます」みたいなこと言わなあかんのか乗らなあかんのかどうもわからんかって、まあとりあえずまあ大阪帰ってからにしよう思って、まあほんでまあ置いてで車わーって運転してたんです。ほんで帰り道バーって止まって信号待ち取ったんですよ。ほんで横の車線にバーって車が一台来たんです。でファッて見たら中野さんやったんですよ。さっき出たはずやのになんかやってたんですかね、なんか知らんけど止まったんです僕の横に。で僕右ハンドルで向こう左ハンドルでごっつ近いなネクストタイムってなって、ほんであってなったら中野さんが言ってやってはるんですよ。ほんでウィーンって開けて僕も開けて「あすいませんでした、お電話ありがとうございました」みたいなで「バイナウってなんやねん」って俺はずっとあってなんか間違えてんのかこの人っていうのはずっとありながら、まあそこで世間話してでも信号もそんなに時間も長くないんで、ほんで信号も青になったから「じゃあようちゃんまたねよろしくご飯行っちゃおうね」って言うたから、僕はその中野さんに思い切って「中野さん」って言うたらパッとこっち見たから「バイナウ!」って言うたんですよ。中野さんが「ブーン」会うてたんやん、なんかはあんねんご飯は行ってませんけど。